都営地下鉄。都営地下鉄は、東京都地下高速電車条例、1960年11月26日、東京都条例第94号に基づき、東京都が経営する地下鉄である。モノレール、軌道、バス事業とともに、地方公営企業管理者の権限下で、東京都交通局が事務を行っている。東京都特別区及びその周辺地域に、浅草線。 三田線、新宿線、大江戸線の四路線がある。二千年十月十四日から二千八年三月十四日まで利用可能だったパスネットの不調は、2、パスネット対応カードを T カードの名称で取り扱っていた。東京の地下鉄は、帝都高速度交通営団営団地下鉄が建設するものとされていたが、1957年6月の都市交通審議会において、 地下鉄建設を A 団だけでなく複数の事業主体で進めるべきであるとした。そのため、すでに A 団が受けていた第1号線、浅草線の免許を東京都及び京浜急行電鉄に譲渡したことが始まりである。その後、第6号線、三田線と第10号線、新宿線も都市計画決定の過程で東京都が建設するものとして調整された。鉄道の使用が 各路線で異なり、浅草線が標準基、三田線が狂気、新宿線が変速機関、大江戸線が標準基ベースのリニア方式が用いられている。これは建設当時、浅草線は京浜急行電鉄、京成電鉄と直通先の方式を採用。三田線はもともと浅草線と線路を共用する予定だったが、都心乗り入れを狙う東武鉄道。 東京急行電鉄の要望により、後に部は計画段階で中止。東急も一度計画を中止している。新宿線は、京王電鉄が、標準機に、改め機不可能だったため京王に合わせた。大江戸線は建設費削減のためミニ地下鉄方式を採用したことによ、電化方式が独特だが、標準機であるため電気機関車の経因により、浅草線へ、 改装入線が可能である。浅草線の分岐線が日本橋駅東京駅東銀座駅で計画されていた東京駅接着とも言われるが、これは都心直結線の計画に変更した。それと同時に同線の倉前駅の改築と対比線の設置も計画されていた。これとは別に宝町駅と三田駅にも対比線設置が可能との調査結果が出ているが、 これも都心直結線計画に発展的解消を遂げ、事実上の中止となった。三田線と直通先の東急目黒線、及び2022年度開業予定の東急、新横浜線を介した相模鉄道の本線と、泉野線、及び相鉄新横浜線への乗り入れも計画している。道路線には JR 東日本も乗り入れを計画しており、相鉄への相互直通が、 計画通り実現すれば、他社線内のみではあるものの、都営地下鉄および東急の車両が初めて JR グループの車両と同一の線上を走行することとなる。都営地下鉄は次の4路線がある。なお、路線番号、計画路線名は、東京地下鉄、東京メトロとの連番であるため、飛びがある。大江戸線を除く各線において、 他社との相互直通運転が行われている。形式の故障は、名古屋市営地下鉄などと同様、形ではなく、形と称す。大人普通旅客運賃、小児半額、波数は1円単位で切り捨て。2014年6月1日改定。都営地下鉄では、通勤、通学定期券の他に全線を対象にした全線、定期券も発売されている。 有効期間はいずれも1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の3種類がある。また、以下のような場合に割引が適用されている。2006年10月25日から、都営地下鉄の定期乗車券購入、全線定期券、連絡定期券を含む 2JCB ビザ、マスターカード等の一般クレジットカードが使用できるようになった。当初は定期券発売所のみの取り扱いだったが、 追って2007年3月4日から自動券売機 IC 定期券発売機の配備されていない一部の駅を除くでも開始されている都営地下鉄では終日利用可能な普通回数券のみ発売しており時差回数券土日回数券東京地下鉄や相互乗り入れ先との連絡回数券は発売していない金額式回数券を導入しており 県面に記載された運賃の区間なら、どの区間でも利用可能で、乗り越しは県面の金額と普通運賃との差額を生産する形をとっている。東京都交通局が運営する日暮里、トネリライナーも同様の形式で回数券を発売しているが、運賃体系が異なるため、都営地下鉄各線との相互利用はできない。都営地下鉄各駅で購入できる乗車券のうち、 一部、企画乗車券、自動券売機により発売する、定期乗車券等は、他社が管理する、押上、京成電鉄管理、目黒、東京急行電鉄管理、白金台及び白金高菜は、東京地下鉄管理、新宿線新宿、京王電鉄管理の各駅では取り扱いをしない。これにあたって、同局ではこれらの駅で不発売の乗車券を購入するために、 当該乗車券を発売する各駅との間を往復乗車する場合、乗車駅では普通乗車券を券売機で購入し、改札口において定期券購入の証明印を応印する。降車駅ではその乗車券を提示した上で当該乗車券を購入する。証明印を受けた普通乗車券は当該乗車券購入時に払い戻し、袋の乗車券が必要な場合には、 無料の乗車証を交付している。この取扱いは、東京地下鉄と異なり、当該定期券等を自動券売機で購入する場合にも適用される。ただし、新宿駅には、大江戸線の駅、東京都交通局管理。ただし、打線の新宿駅とは異なり、渋谷区に位置するもあり、こちらでは、当該乗車券を取り扱う。上記各乗車券を提示するだけで都内にある 以上のスポットでは、利引きなどを受けられる、地下特サービスも利用できる。通常、駅を通過するのは、回送列車、試運転列車の他に、営業運転では、浅草線のエアポート回特と新宿線の急行のみ、それ以外はすべて各駅に停車する。浅草線と新宿線では、列車が通過する際に、警報音を、ホームで、鳴る出する。経営状況は、 2004年、平成16年旅は、約134億70000円の赤字。2005年度で、約38億7300万円の赤字と、長年赤字に苦しんでいた。しかし近年に、赤字幅が大幅に減少し、地下鉄事業を始めてから47年目である2006年度に25億2800万円の、初の純利益を計上し、 黒字に転換した。以来毎年、黒字を継続しており、莫大なる遺跡欠損金を少しずつ削減している。下表からわかるように、直近6年度では、浅草線、三田線、新宿線は黒字となっている。大江戸線のみが長年赤字となっていたが、これは、減価償却費、2017年度は約221億9400万円及び、 支払い利息が大きな負担となっているためである。ただし乗車量収入については、約426億7700万円と、4路線の中では最も多い。2016年度には、開業後初めて大江戸線が黒字に転じた。なお、2008年度浅草線の純利益が大幅に増加したのは、主に旧マゴメ工場跡地の売却、63億円。 あまりによるものである。累積欠損金が課題なため、過去に財政再建団体に転落したことがある。近年においての単年度の黒字決算はじめ、大江戸線の有利子負債の焼却等により、欠損金の削減は進んではいるものの、2017年度末においても、なお約2604億円の累積欠損金が残っている状態である。都営地下鉄には、 過去に何度か民営化構想や、帝都高速度交通営団、現、東京地下鉄との統合構想、他社への売却構想などが出たことがある。2013年12月まで、東京都交通局の最高責任者であった、当時の東京都知事の猪瀬直樹は、2012年、東京都知事選挙直後に開かれた、記者会見で、猪瀬の前の都知事である、石原慎太郎が手掛けてきた。 私鉄一元化を引き続き推進していく方針を表明している。その後2013年2月20日に行われた市政方針演説の中で、猪瀬は東京地下鉄の株式を東京都が保有する形での一元化を具体的な方法論としてし、演説の時点で進められていたサービス一体化への取り組み、九段下端市駅ホームの改良工事や乗り継ぎ割引適用の拡大など、いずれも 同年3月16日に完成、または運用開始を、経営一限会の一理と位置づけた。一連の統合議論の発端となったのが、2009年6月26日の JNNTBS 系列のニュースで、東京都交通局が、東京地下鉄との統合交渉を行い、東京地下鉄の株式上場を条件に、上下分離方式、東京地下が、 第2種鉄道事業者で東京都交通局が第3種事業者にする方式が有力で統合する覚書に合意したと報じられた。2009年度に計画されている東京地下鉄の株式上場が統合の条件で株価の動向次第では先送りされる可能性があるとも報じられている。JNN のカメラ取材に対し当時の都知事であった石原は覚書は交わしたんだけど それ、統合は、時期の問題、タイミングの問題でしょう。ユーザーのためには、絶対そう、統合すべきだと思いますとコメントしている。さらに、6月29日には続報として、株式上場後も、最終的な割合で、国23%、東京都20%の出資を維持することで調整を、進めていると伝えた。2009年11月11日に行われた、 東京地下鉄の2009年9月中間連結決算の記者会見の場において、なお両者が東方に向けた協議を続行中であることが明らかにされた。また、2010年3月5日に行われた石原知事の記者会見では上場予定の東京地下鉄株を東京都が購入する考えを明らかにした。2010年6月19日に行われた 東京地下鉄株主総会では、東京都副知事、当時の井瀬直樹が出席し、両者の統合に関して、協議を続けるように主張した。同年8月3日から、国土交通省鉄道局主導により、東京の地下鉄の一元化等に関する協議会が行われ、東京地下鉄と東京都交通局の代表者に加え、東京都副知事の井瀬と、国土交通審議官、 財務省理財局次長も参加しての協議が行われている。11月16日に行われた第3回の協議会で国側は資産などを合計した企業価値から負債を差し引いた株式価値について東京地下鉄が4000億から6000億円のプラスであるのに対し都営地下鉄は1800億から7300億円のマイナスとの試算結果を示し 現状のまま統合すると完全民営化を予定しており国が保有する株式を売却することになる東京地下鉄の株式の価値を既存するとして統合のためには都営地下鉄のさらなる債務圧縮が必要と統合に消極的な姿勢を示したこれに対してイノセは株をいかに高く売るかだけがテーマでなく利用者の目線で考えて 利用者のためにどうするかということで一元化を進めるべきである。株式価値だけを全面に押し出すのはおかしいと反論している。2011年、国が東日本大震災被災地の復興財源年出のため保有する東京地下鉄株の売却を検討するという問題に対して石原知事や井瀬副知事、もに当時は東京地下鉄株が売却された場合は、とが その全株式を購入し、過半数を保有するという姿勢を見せている。なお、東京都交通局は、都営地下鉄だけでなく、都営バス、都電荒川線や、新交通システムの日報里、都ネリライナー、上野動物園モノレールといった各種交通機関の運行も行っているが、これらの運行や駅、車両などの管理は、どの業者が行うのかなどといった点については、 言及されていない。なお、都営バスの一部の路線等を委託されているハトバスには、東京地下鉄やそのグループでるメトロ文化財団も出資している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。